イベント記念、友永茜と田口博子と柳瀬夏実の開運しましょ。あまりに暑くて汗もができて開運が必要な友永茜です。あまりの暑さで脱水症状になり点滴をしてもらって開運必要な田口博子です。あまりの暑さでヘロヘロになっているけどイベントやなんやかんやで動かなきゃいけないので開運が必要な柳瀬夏実です。皆さんを開運に導く真帆さんです。ちょこちょこ開運情報を挟んでいきますね。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は2011年11月11日一番正しいやり方ですね、うんうんうん、米もいいって聞いたんですけど米はフローには入れられないですよね、多分お米までいくとあの備え物の方だと思うので、うん、お米は入れなくていいかな、うん、そうなんです、うん、その日の汚れが出たそのお湯はその日に流した方がいいんですか。できれば流した方がいいです、うん、エコじゃないかもしれないんですけど、うんうんうん、そういった意味ではやっぱり新しいお湯を次の日に入った方がいいんですよね、うん、少なめにして、うん、そうそうそう流して、そう、なるほどね、うん、この雨男女の方、うん、ツアーを組んで、うん、乾燥の地帯に行っていただきたいね。ちょっとでもここ今こっち来てほしい。開運などは特に考えたり思ってもなくその場の流れでなるようになれと日々を過ごしています、うん、なので開運と言えるようなことではないのですがお風呂についてです。ほう、自分は一人暮らしをしています。朝シャワーをするくらいです。浴槽に浸かることは1年を通じてほぼありません、うん、で、いつぞやのテレビでシャワーのみでは運気が逃げる、うんうんうん、浴槽に浸かった方がいいと目にしたので最近は時間があれば浸かるようにしています。さっきの話とバッチリだね、はい、予測したかな。そうですね、うんうん、はい。で、ただ久しぶりに入ると気が休まり体が休まり落ち着くような感じはしました、うん、試験前などは入るようにしています、うんうん、ってなってるんでさっきのかなり、うん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 、なんでこんなに暑がりとかいつもどんよりしてるのかなと思って、そうですね、カードをそのまま読むとすれば、はい、基本的に不平不満はないんです。あ、ないんだけれども一人で過ごすのが好きな子みたいです、うん、だからあまり構うな、そう、構わないでほしいみたいあ、だからぐったりしてるけど、うん、嫌なわけではないみたいです。あ、自分の時間を過ごしてるんですね、うん、そうですね、ぐったりしてるんじゃなくて